はようございます。今からですね、ちょっとお母さんと一緒に、難波の八坂神社というのかな、あのめっちゃユニークな神社に行ってきます。今日は光がいい、挺漂亮的。撮ってあげるよ。可以吗？好看，太好了，太美了。还可以哈。非常好。我去。ヴァンパイアの気持ちがわかるかも。やっぱお母さんは初めての街並みにワクワクしてる。今から行く神社は私は実際に大阪旅行中に行って楽しかったところをお母さんに紹介していきたいと思います。看嘛，上那个南巴八坂神社。啊，小心走路。是不是很有趣啊？すごいでしょこれ。人好多呀。我两年前来的时候，这人很少的。すごい、いっぱい拡散されて今人いっぱい。OK OK、いいでしょう。ここは結構有名だからみんなここで写真撮るけど、こっちはあんまり人が来ない。でも本当は多分こっちの方が重要なはず。まあ、来たからね、ついでにお参りしよう。你看，这就是大家写的各种各样的愿望。大家都希望你平平安安。也有中文，你看，健健康康、平安顺利啊什么的。写中文的人有很多，你看，所有人都身体健康，工作顺利，对，永远生活的简单快乐。你可以到时候买一个，然后写在这儿，挂在这儿。在哪里买？多分こっちで買えるのかな？エマとか。ありがとうございます。花你500，然后可以在旁边写。对。挺好的。你看你进哪都行的，找到位置了。对。哇。加油，放在这。治好了，好了，不会掉吗？不会了。祝宝贝幸福快乐，一生平安。谢谢。这是妈妈的一个最大的心愿。お母さん、獅子の頭に喜んでくれた。しかも、エマも描いてくれてさ、嬉しかったです。去买衣服去吗 ？Let's go. OK.道頓堀すごいね。朝だよ今。朝っていうか11時だけどさ。ちょっと昨日はさ、自由とユニクロ案内しようと思ったらちょうど閉店しちゃって、やっと案内できそうです。ママ、終于可以去了。哎，就在前面了。昨天一晚上觉都没睡好，我想不到。不可能。去那里，真的。ここは下がユニクロで上の方が自由。戦いが始まりました。女の戦い。まず一番上から回ります。お世話したわ、お客様。挺好的、挺好的。お母さん自由でいっぱい試着する。哇，手上捧了好多呀。我觉得粉色挺好的。お母さん、めっちゃ悩んだ末、990円のユニクロバッグ購入。快吃饱吧，是算便宜还是贵啊？太值了！我昼はたこ焼きにしました。あの有名店がめちゃめちゃ並んでたので、もう道端のたこ焼き屋さんに入りました。美味しいですね。有点烫，小心。我挺喜欢这个味道，香香的，香的。嗯，对对，香香的，香ばしい感じする。ネギ美味しい。ポン酢も美味しい。うんうんうん。ここホテルっていうの？中にお寺がある。ちょっと正直よくわからない。どうしてここに作ったんだ？
でもいい香りもしてる。三神寺、三つ寺、不思議ですね。传说就是你摸他的头就会会保护你的健康。我保佑这辈子健康。你有没有发现他的头有点尖呢？他头有点尖呢。他好像以前是医生的孩子，之后成为了我下巴上嘛，就是佛尊的这个佛弟子。哦。十六罗汉之一。哇，くぐる来ました。道頓堀くぐる。おじさんは奥の立ち食いの金龍ラーメンに行ってる。ちょっと私はどうしてもね、このくぐるが食べたくて。もう最後に京都に行く前に。来了日本不要留遗憾。もう一回。ここに並びました。このでっかいタコはトレードマークのくぐる。なんか1位取ってるね。ありがとうございます。うまそう。拿到了，好烫啊！这个就是。这个比较大。对，比较大，它里面的酱油也很大。卡车不是就是因为它切得很薄，然后下面热气一上来，它就会动的。那懂吗？蛮好奇的。它这个是鱼干，就是把那个鱼切成很薄很薄的，一片一片的，然后下面有热气一上来，它就会动的。蛮有意思的。是的。它是有一点特色。对，みんな私と同じ反応してる。生き物だと思ってる。这很烫的，你小心啊！先小小的咬一口啊。它这个章鱼是蛮大的。是挺大的啊，就是。是很大一块。啊，味道是比前面那家好一点。是不是好一些？就是因为它这家味道好，所以挺有名的。有点烫，你先小口的咬，然后吹吹。是的，有没有咬到章鱼？很多，就是很大一块呢。嗯，对，刚才有好大一块章鱼。怎么样，好吗？这个好吃。它里面就是融融的感觉，对吧？中がとろける感じがやっぱ好き。着いた。ホテルに向かってます。この水の光が綺麗。妈，你刚才说这像哪呀？像妈妈的家，苏州。苏州。苏州的老家。不是上海吗？嗯。是，外婆是上海人，老公，外公是苏州话，是苏州人，妈妈是正宗的。故郷の蘇州に似てるらしい、この風景が。この小道感が京都だわ。今日のホテル着きました。ここは広くて綺麗でいいな。眺めも良い。向こうが鴨川ですね。哇，うなぎだ！大好きなうなぎを食べに来ました。手振ってくれてる。入りきらない。あ、入った。お兄さんが手振ってくれた。うなぎこんな感じで焼くんだね。就有点贵。是的，虽然有点贵，但是是体验嘛。哎，这个好，哦，这个好，这个。哇！我老妈就喜欢吃这个。试试看。짠，うまそう。みんな撮ってる。然后就适当的先就这样直接吃，后面就是把这些什么海苔啊什么可以放上去吃。然后呢，你觉得？还想换一个味道，就是把这个汤给浇上去，就像汤泡饭似的，就最后可以弄成鳗鱼汤泡饭。给你拍个视频。
味道怎么样？ Delicious, delicious. 日本的东西真的不错啊。味道怎么样嘛？和中国的鳗鱼饭比起来，正宗，正宗，正宗。至于中国的，我感觉这个没法比，真的没法比。嗯，正宗。色香味俱全。是的，是的。真的好。你可以加一些料，到时候适当的。尝一下，尝一下，直接米饭和鳗鱼一起。嗯，我心心念念的鳗鱼今天终于吃到了。嗯，这味道好正宗啊！这确实你心心念念的。嗯，对。以前吃过鳗鱼饭吗？在国内？基本没吃过。哦。嗯，味道很好吃，很香啊。它这个调料就是有点甜甜的，嗯，是不是很适合上海那边的口味？是的，太好吃了，我今天要多吃点。对，多吃点。怎么样，这个汤泡饭吃法？它的味道没有刚才那个味道浓。对，叫淡一点，然后香一点。哎，香一点。就是那种汤的香味有。对，是汤的那种香，它是两种味道。对。